はい、まあ、というわけで、はい、今日ちょっと騒がしいんですけども、はい、マリナさん今日何しに、いや今日はただでシャンパンが飲めるパーティーがあって聞いたどんなもんかな、どんなもんかな、始まるんじゃないですか、そろそろパーティーが始まるので、皆さんできれば女性とかも入るんで前の方にいいっすか、いいっすか、いいっすか、え、いいっすか、じゃあじゃあ遠慮なく、じゃあ遠慮なく、じゃあ遠慮なく前の方に、ちばにゃーやば、あちらはレペゼン地球のカメラマンのしのさん、 YouTube です、 YouTube です、よろしくお願いします。やめろそれ。すごいテンション上がってきちゃった。テンション上がってきちゃった。もう酔っ払った。ネイスだろ。終わり。これ社長漏れてんだよ。漏れてるよね。口に青鳥みたいなついてる。取ってあげよ、取ってあげよ。ちょっと誰がいい？この中で。この中で一人これこれだ、当たり前だよ、誰逆に言った、誰だ、これだよ、あれワキワキ、ゆるがずワキ、いや、ギンタもいいよ、ちょっと喉が渇いたんで、シャンパンですか、シャンパンいっちゃおう、喉が渇いたら水かよ、ここにさ、うちらストローズメロやってたんですよ、え、何が始まるのマジで、あ、全然わかんないよね、飲み会、来た、いや、もう、あ、もう、金、金が降ってきた、金が降ってきた、金じゃねえよ、それでは、ミネルヴァ、解禁、お前がワキワキ、まあ、ということで、でもプロモーターということで、僕がこれ喋り終わって乾杯したらもうほぼほぼ自由時間なんで、被害関係の人しか多分今日来ないと思うんで、まあ僕たちが直接呼んだ人とその呼ばれた人にということで、皆さんシャンパン持ってない人はもうみんな大丈夫、大丈夫ですか、みんな持ってます、持ってますか、一人1個何か持ってる人います、いいよ、今日はお酒飲み放題なんで、見ればいっぱいなんで、見れれば解禁、乾杯条件ね、レペゼン地球とお酒っていう最高の条件が揃ってますので、今日は千葉の誕生日会で2時間で記憶飛ばしましたこの後2次会あるびっくりしょう、ここの後2次会があるって聞いたらバカテンション上がってすごい酒飲み始めたの、ね、飲むのが生きがいなんじゃない、飲むのが生きがいなんじゃない、これだ、マリナ1人にもう5杯目です、最後もう飲む、マジで違う、なんで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 、お疲れー、お疲れー、久しぶり、久しぶりです、え、どうしよう、ちょっとマリナ、もう5杯目ですけど、俺だけ4杯目だと意味わからん、マリナちゃんと一緒じゃん、俺だけ4杯目
ねえジャスミンちゃん、マキ写真撮りたいんだね。マキが来ないの。ただあの席には着いたばっかだから。着いたばっかとか言って。ホストみたいに言っちゃったよ。あと5分くらい待たなきゃ。あと5分待たなきゃ。うちもタバコ吸ってよな。あれ CBD に変えたはずなのに。待って。そこでそうか。返事来ました。どうすかマリアさん。気分は。いやあの配信。1時間で酔っ払いました。うわっ、どんなの愛さん、ギターレード明日休み。はい、ギターレード、やったレードもっと多いかね。ちょっとおそこに持ってきますか。あ、多分おかしいよ。あ、おかわりもらってもいいですか。10杯目呼びたいんだけど、どうしたらいいと思う？アドバイスください。アドバイスレペゼンチキの誰がいい？マリオくん。おー、理由は、はい、髪の毛がピンクだから。なんでさ、こいつでいいじゃん。こいつでいいじゃん。この二人でいいじゃん。髪の毛ピンクってこの二人でいい。ジャニーズやっときゃいいんだよ。かっこいいから、かっこよくスノーマンでジーザーズだーとか言って、あ、クロバットとかしてみんな言うこと、キャッキャはしときゃいいんだよ。水本気でさなくて、ジャニーズとしてちゃんと真面目にやっていけば、ちゃんと売れるか大丈夫。でもこれからデビューして調子乗っちゃう可能性ってあるじゃん。いやいや、そこはそれは本人次第だ。そこはそこは。でもあいつはなんかいいってなんか信じてる。そんなのことは信じてる。だからフッカもさ、最近さ、はいはい、なんかちょっと流行ってきてさ、メジャーデビューとか決まってさ、そうですね、多分今めちゃめちゃ波に乗ってる。そう、波に乗ってて、今いい感じの YouTube のフェスとか出るわけじゃん、はいはい、で、出てたわけよ。だから頑張れってことよ。だからうちらも頑張るから。うちらはさ、言うとさ、はい、一緒の会社のさ、はい、従業員だけどさ、はい、まあ、フリーみたいなもんじゃん、まあ、別にさ、ウームとかさ、事務所に所属したわけじゃないし、はい、今の YouTube 業界どう思いますかね。正直、はい、おもろくねえよ。マジでおもろくねえ。お前らもっと頑張ってほしいよ、マジで。なんかもうスキッピって、なんかうちのスキッピいたじゃん。あ、はいはい、いましたいました。なんかしょうもないってことに気づいた。あれ、でも別に嫌いじゃない。正直って正直に嫌いじゃない。あ、待って、ここだ。待って、ここだ。レディゴ、そうですね、ここです。あ、そうそう、はい、レディゴ。うちが前のスキッピと初めて行ったところです。あ、どうなんですか。思い出深い、泣きそう。今日でもスキピかな、連絡は来ないから。いや、ほんと好きやだけど、向き合ってくんないんだもん。だって我慢してんのよ、うちも。今これからもしスキピに会って2、3杯飲んだらもうやばいし、愛愛しめしや。スキピがクソでも好きってこと。でも行く。行くんすか。ばんそうこうあるけど大丈夫。ばんそうこう。
ちょっと待って、こっちは一方、こっちは一方、こっちは涙流しながら最後まで飲んでます。泣いてるよ、泣いてる。わかわかイカさん、イカさんなんで、なんでお前はなんか大変だよね、YouTuber って。わけは聞いてくれたのよ。なんかキッタは聞いてくれたのよ。うちが前好きやって人のことも。マリネに着いたの、家着いたのって連絡したら、着いたよ、まあよかったって来るじゃん。すまん、バキなんでどう、他に棒釣りダメよ。意味やかない。やばい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 、多分こいつ騒いじゃねえか。